私は人を殺してしまいました。私はやめた方がいいと思ってたの。あんなことをやるべきじゃなかったんですよ。余計なことするからだ。いい加減にして、もう我慢の限界。さようなら。縁結びの国島根を舞台に、角川ゲームスが送る青春サスペンス。海の綾は25年前に亡くなってるんだよ。そういう名前のクラスメートはいません。話せるようなことは何もないわ。どうして彼女のことを調べてるんだ。ごめんなさい、知らない人です。何を調べてるの。十通の手紙が導く七つの過去と一つの嘘。真実は果てしなく